皆さん、ヤッハロー、ジェメノマチャンネルのロマックです。今日なんですけど、この後応援歌の撮影がジェイミーとあるんですけど、ちょっとねドッキリを仕掛けようと思いまして、いつもと違ったことやってみようかなっていう。どんなドッキリかと言いますと、早速言っちゃうんですけど、見たことも聞いたこともない応援歌を歌ってみると、ジェイミーはどんな反応をするのかっていうドッキリなんですけど、これ前奏をちょっと風呂の中で考えたんですよ。そしたらめちゃくちゃいいのハマったんで、それちょっと披露をしてみようかなっていう。で、その前奏はちょっと佐野選手の応援歌の前に歌ったらかっこいいんじゃねえかなと思って考えたんで、ちょっとそれをジェイミーにドッキリで仕掛けようと思います。で、その前奏を歌ってジェイミーは佐野選手の応援歌を歌えるのかっていう、それも検証していきましょう。レディーゴー。はい。で、まずはその前奏がどんな前奏かっていうのを皆さんに聞いてもらいたいんで、ちょっとここで歌っていきます。うてよーうおうおー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 、見せてくれその勝負強さを。うてよーうおうおー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 、決めろ浜のキャプテン。青木選手のっていう感じでいこうかなって思っています。で、このポイントなんですけど、最初に打てよーっていう、その次の歌詞に、見せてくれその勝負強さを。まず第一のポイントが、その勝負強さで佐野選手が頭の中に出てくるかっていうのがヒントですね。で、その次がもう一個、打てよーうおうおうおう決めろの次が浜のキャプテンっていう、浜のキャプテンで佐野選手が浮かんでくるかどうか。まあ浜のキャプテンといえば DeNA でいうと、もう石川選手、都合選手、佐野選手3人いるんですけど、まあ都合選手の場合は、もうファンファーレがあったからなしで、佐野選手か石川選手かっていう二択になると思うんですね。まあここでどう判断するか、ジェイミーの頭次第どうなるかということで、今からちょっとセットもして準備して迎えたいと思います。では本当にレッツゴー。おいおいおい、勇気という名の白いボールの胸に夢を追いかける、どんな時もユニバース。はい、カモンローズビクトリー、はい、ハッスルボビーゴーゴー、勝つぞ横浜、ヤクルト、カモンローズビクトリー、ハッスルボビーゴーゴー、羽のバウンド三振ダッシュ、決まってるぜリーゼント、勝利だ三浦、カットはセミ浦、高なる滝が今眠る野心を覚ます、どうぞ振り返らずに突っ走れて打つけ、カットはセーケースケ、何いる敵でもない大丈夫し、安定に夢を舞台、あなたが次第に開け、晴れ渡るはずへと、カットはセーノーリハル今日
ちを描け Go バレンティン Go Go Let's Go バレンティン。くれその勝負強さを打てよう、おう、おう、おう、決めろ花のキャプテン青木選手の投資にかかるに突き進め、浜の空に声がけ、今の前奏の応援歌考えたんですけど、俺クローバでどうでした？全然聞こえなかった。俺聞こえた。テンパりすぎてこれこれなんだっけみたいな。そうなんですよ。もう実は前が準備しててちょっとやってみようかな。応援歌を歌ってる最中に本当に知らない応援歌を隣のやつが歌い出したら彼は歌えるのかっていうっていう、J に誰のかっていう、で、ちょっとヒント出したんですよ。その歌詞の中に見せてくれ、その勝負強さを、その勝負強さで佐野選手が浮かんでくるか、で、最後に浜野キャプテンって言って、その浜野キャプテンで佐野選手が浮かんでくるか、まあ、須郷選手はさっきもファンファールで歌ってるんで除外して、武尊か佐野選手で浮かんでくるかなと思ったんですけど、ちょっと今日いろんな撮影ヒント出したんですよ。佐野選手の演歌をちょっと歌ったりとかね、出てくるかなと思ったんですけど、やっぱ難しかった。難しかった。で、最後ちょっとこの前奏をちょっと、ね、皆さんにももしかしたら使ってほしいかもしれない、ちょっと今 J にレクチャーしてちょっと歌ってみたいなっていうふうに思ってるんですけど、よし、じゃあ今のでもう覚えたんで私マジもう一発いったんですね。いきますよ。はい、準備してます。はい、いきますよ。やろやりたかったんですけど、ちょっとあまりにも盛り上がりすぎてね、やるタイミングなくなっちゃって、もう急いで作りましたこの時間を。ってことで、ドッキリ検証、まあ受けるかどうかやっぱり難しかった。イエイ。でも今度まあ歌ってみようかなと思います。頑張ります。またお願いします。ぜひよろしければ高評価とチャンネル登録お願いします。それではジビルマチャンネル、また見てね。